オンラインで5年ぶりに開催された中野の逸品グランプリが昨日ネット生配信による最終審査会を迎えました。およそ1ヶ月間にわたる1次2次審査ではエントリーされたメニューをテイクアウトやデリバリーで購入した方からの投票によって上位5品を選出。この最終審査会では勝ち進んだ5品を酒井直人中野区長や特別審査員の中川翔子さんなど5人の審査員が実食。味、見た目、価格、中野らしさ、そして満足度の5つの項目をそれぞれ20点の100点満点で評価しグランプリを決定しました。今回栄えあるグランプリに輝いたのは野方餃子のマーラー担々水餃子です。テイクアウトのこう難しさにこう、向き合うことになって、今回そのスタッフ等にこう感謝することと、本当この真のこの一品料理と呼ばれるように今後も頑張っていきたいと思ってます。これうまそうでしたね。野方餃子さん。餃子ね、マーラー担々水餃子。担々水餃子、辛いんだ。ね、いやめちゃめちゃうまそう、食べてみたいですね、はい。この中野の逸品グランプリの公式サイトでは今回エントリーされたメニューも紹介されてますので、まあ、テイクアウトしたり、ね、デリバリーして中野の味楽しんでみるのもいいんじゃないでしょうか。いいですね、みんなでちょっと取材に行きましょうよ、はい、そうですよ、ね、食べに行きましょうよこれ、ね、さあ続いてまいりましょう。続いてはな、大田区の話題でございますね。どうぞ。